楽しみです。なんかね、あの感じすごい久しぶりだなって思いました。メンバーだってメンバーがいっぱいいて、あのね、なんか自分が出てないところでみんなが踊ってるのを横で見てて思うことがあって、なんかめっちゃ人数いるじゃないですか。めっちゃ人数いるんだけど足音が揃ってる時があって、それがやっぱおおってなります。なんかこう2ステップの時とか靴の音が揃ってるんですよ。ダン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 みたいな、その一体感がもうなんかおーいってなるよ、おーいってなるんだよね。それがすごい好きで、これが好きになったきっかけがあって、昔あのチーム K さんと一緒に出させてもらった時に、チーム K さん、まあ今でもそうだけど、チーム K さんのあの時のツアーの時は異常に足音がすごい揃ってて、で足音もそこしっかりなるし、なんかあの感じがすごいおーってなるんですよね。なんだろう、なんか石的な的な、やっぱ音がねいいですよね。あーいっぱいあるんだなって思う当たり前のこと、当たり前のように喋ります。それがもうね最高なんですよ。だから最高だなって思いましたで今日もリハーサルしてて、なんかいろいろ感じることがありましたね、このコンサート。で今日なんで今日急に本当に急に始めちゃったんですけど、なんで急にショールもしたかっていうと、まあ、やっぱり明日がコンサート、明後日はコンサートで、あの私はちゃんと出ますよっていう私は元気ですよっていう配信ですあさってのために頑張ってますよ、生きてますよっていうやつですだから特にお知らせとかはないんですよ。お知らせとかはありません。お知らせはですね、でもね、まあ明後日が終わって、あ、だからあれですよ、それこそコンサートが終わってその後に何か発表があるかもしれないねっていう予告をしときます。あるかもしれないね、なかったらごめんなさいいやでも 150% あります。何かで計画が狂わない限り、おおおおっていう発表がありますので、皆さんコンサートが終わってからもチェックよろしくお願いします。結構もうあれが出てますよ、あの予告みたいな、予告は結構他で出ちゃってるんですけど、いやー最高なお知らせですよ。あ、それそれそれだよ、それ本当
何それっていうお知らせです。はい、あとは最近で言うとなんかチームごとにイベントさせてもらうやつがあるじゃないですか、6月の。だからそれも楽しみだなって思うんですけど、それも楽しみだし、もう一個のその何かも楽しみだな。5月中に何かあるかもしれないし、6月に何かあるかもしれないし、まあそういう感じ。これ結構もうほぼ言っちゃってる。あ、髪の毛ボサボサ。だから楽しみが結構待っております。いや多分スケジュール的にはそんなにすごいぎゅう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 してるわけじゃないんですけど、やっぱりこの1年間あんまりそういうおっていうのがねそんなに多いわけじゃない、ああありがとうございます、多いわけじゃなかったから余計におーおーってなるやつ。うん、なのでお楽しみにしててくださいな。はい。はい、自己紹介します。せーの、デコポンスッポン思い切りユーポーン。止まったね。ありがとうございます。今日はトカゲみたいな顔ですね。はい。いつも顔が違うんですよ、毎日。なんか深海魚みたいな日もあるんですよね。あ、なんかすごいすごいね、深いところ泳いでそうだなみたいな顔の日もあれば、なんかアルパカとかそっち系のなんかこうボーっとしてる顔の時もあるんですよ。今日はトカゲの顔。うん、たまに奇跡の人間の顔の日があるんですよ。それをだからまあ若者言葉で言うと漏れたっていうのかもしれないんですけど、今日はトカゲの日です。基本的には深海魚です。ね。あ、すごい、すごいハートが溢れてるね。はじめまして。昔トカゲ捕まえてましたよ、こうやって。まあ、すぐ逃がしてましたけど。でも今触れない、怖い。どうして同じトカゲなのにさ、自分の心の持ちようでさこんなにも怖くなっちゃうんだろうね。うん、怖いもん今つかめない。ここいてもたまに見るんですけど怖くて触れないです。今は昔全然何でもいけたのに、バッタとかも。今はもうバッタも無理です。なんでなんだろう。うん、あ、テロップ書いてなかった。あ、し、な、あとね、あれも見るよ、たまに忘れちゃった忘れちゃったんかー。あ、ミミズ、ミミズって言うんですか、こういうやつ、こういうやつ、これのなんかもっとニニニってしてなんか溶けちゃうやつ、なんだっけ、ミミズのもっと、ミミズをもっとこうした感じのやつ、もっとなんかぐんにゅんぐんにぐんにゅんみたいな、なんだっけオレンジのやつ、なんだっけあれ、ナメクジ、違う、ナメクジじゃない、あれだよ、なんだっけ、ヒル、ヒルじゃない、なんだっけ、なんかそっち系のやつが昔学校にいたんですよ、よく思い出しました今。
最近会ってないですけど元気にしてるかな。雲は一時期めっちゃ雲にあったあれな、本当にあれ何なんだろうっていうぐらい本当に不思議な現象が起きてて、なんか一時期本当にいつぐらいかな、ちょうどでも1年前くらい、1年前コロナ禍になる前くらいの時が、でなんでかわかんないの、季節なのかなんでかわかんないけど、あの同じ場所、同じ場所にいるんだけど、ありとあらゆる場所でクモさんに会うっていう時期があったの、一時期。あれ何だったんだろう、うん、本当にだよ、えっていうぐらい。もうだんだん慣れてきて、あ今日もいるのかみたいな、こんにちはみたいな。でしかもいかにもクモさんがいそうなとこで会うんじゃなくて、普通に、あ今までいたこともないのに、なんか手の上にいたりするの、外歩いてて。そうで普通になんか外にいた時にあれと思ったら、ここが歩いてんの、ちっちゃいのが。である時はまた外でなんかしてる時に、え背中にクモがいるよって言われて、取って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 お願い取ってっていうこともあったり、あとは普通に歩いてたら室内にいる時もこう机の上にこうやってクモが歩いてたり、いや本当なんだってこれ、信じて。いやそういう時期あるのよ。あるんですよ。いや本当に1日1回会ってた時期ありました、一時期ちょうど1年ちょっと前くらい。でも大体夜はあんま会わないかな。だから朝は縁起って言うじゃないですか、わかんないけど、それもなんか誰かが作ったのかもしれないけど、だからまあいっかって思ってました。でも一時期本当にね怖かった、怖いっていうかな、何これって思った。でも何かがうん、なんだろうね、でも何かの表、なんか何かの表紙にピタッといなくなったんです。だから季節なのか、それともなんか、うん、モテ期みたいな感じだったのかな。雲からモテ期だったのかな。でも本当に一時期だけですよ。そう昔から会ってたらね、そういう場所とかかもしれないけど、本当に一時期だけ。ね本当にすごい。モテモテだったんで、激モテ。明日からもうモテなくなっちゃいました今。そうそういう時期ありましたね。で小学生の時もあったんですよ、その時期。一時期めっちゃ雲に合うみたいな。で最終的にはこれどっかいろんなところで話してるんですけど、これぐらいの雲がいたんです。本当にリアルに、これ本当に世界でお母さんしかし、あの信じてくれないんですけど、お母さんとお兄ちゃんか、お母さんとお兄ちゃんは見てるんですよこの人。だから信じてくれない、信じてくれないんです。いやいるわけないじゃんみたいな、本当にアメリカンサイズみたいな、ビッグサイズみたいな、本当にリアルこのサイズが手洗ってた横にいたの。それでもう叫んで、でなんかこうお兄ちゃんと捕獲してやったんだよね。そうそうそう、ありましたねその時期。でその時期はね、蛇にも良かったの。え？蛇にも良かったんですよその時期。なんか本当不思議なんですけど、こうやって花壇あるじゃん、石で作られたさ花壇みたいなのあるじゃないですか、よくなんか街中にある、街中っていうかそのそういう花壇みたいなやつって、なんか木とか生えてる花壇みたいな、なんかちょっと隙間空いてるじゃないですか下から、こういう花壇の下、そっからこうやって出てきたの。
だから下にそれで出てきたから、私はそこを通ってたから、こう雲ってこう動くじゃないですか、だからこう動いてここをトッとトッとって歩いて避けたの。そう、そういう時期あったな。あるんですよそういう時期とか、異常になんか変わった色の鳩に会うとかね。めっちゃ白い鳩に会うとか、めっちゃ茶色い鳩に会うとか、あれ何なんだろう。もう敵だったんでしょうね、ちょっと変わった生き物さんから。最近はあんまりないですね、なんだろうね。うん、あでもそうですよね、地域によっては全然普通なんだろうな多分。だからまああんまりそういう自然と触れ合ってないってことなんですよね多分。私が反省します、やっぱ自然と触れ合うって大事ですよね人間。こうデジタルな世界になってきてるじゃないですか、それでね何でも検索すれば、うん、何でも出てきて、何かに乗ればいろんなとこにすぐ行けて、何でもすぐ買って、そうそういう暮らしをばっかしてちゃダメですね。うん、やっぱり動物と遊ばないとダメですね。こんにちはって思いました、丸。うん、ね、鳩がさたまに水たまりの水飲んでる時あるじゃないですか。あれすごい可愛い、こうやってツンツンツン。うん、この間蚊に刺されたんですよ、だからあもう夏なんだって思いました。ですごいどうでもいいんですけど、ちっちゃい頃ずっと蚊に刺されたって言ってたんですよ、 なんでか分かんないけど、蚊に刺された蚊に刺されたって。だからたまにその癖で言っちゃうんですよ、今は平気だったけど蚊に刺されたって。そうで、ちっちゃい頃お母さんに蚊に刺されたって言って、カニにじゃなくてカニねって言われて、そうカニに刺された。カニって美味しいよね。でもカニす、カニカマ私好きですよ、だってカニだもんあれは。うん、カニです、だってカニの要素ちょっと入ってるでしょ、ちょっとは。あのよくさあるじゃないですか、ジュースでオレンジジュースなのに果汁何個パーみたいな。えみたいな、ええみたいな、あるじゃないですか。でも要素はやっぱ入ってるし美味しいから、カニカマがどれぐらい本物のカニが入ってるかは知らないですけど、あれはカニです。うん、そうですよ。でもカニ好きです。うん、でもあんま食べないで、普段1年に1回くらい、なんかお正月とか食べた気がする、最近はないですけど。なんかあれが好きで、ポン鍋でこうポン酢があって、こういうカニのこういう手って言ってんですか、足手何あれ。わかんないけど、なんかそのカニの身をこうそ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 うってやって、こうポン酢でパラパラのネギと食べるの美味しいですよね。うん、